よ。明日やろうかと思ってたんでございますが、ちょっと衝動を抑えられないんでございますね。先ほどテレビを見てましたら、さかなクンが出てましたね。それでやりますね。このネタも結構温めてたんですが、忘れてたんでございます。やります。さかなクンの新種のお魚紹介やりますよ。大海魚よ、魚よ、大海。東京湾にはたくさんお魚がいるんでございます。中でも江戸二重橋というところにはたくさん面白いお魚がいるんでございます。その中でも第一回は珍魚というのをご紹介します。珍魚は金魚に似ていますが、全く違うお魚さんなんですね。珍魚の特徴は身長が150センチぐらいですね。そして何より珍魚は肝も玉が小さいんでございます。でもチンギョより大きなお魚にはペコペコしますが、チンギョよりも弱いなと思ったお魚にはえばり腐るんでございます。あとチンギョの特徴は都合が悪いことはすぐ忘れてしまいます。知らなかったとか聞いてなかったとか、だからやめろと言ったとか、そんな言い訳ばかりするお魚さんなんでございますね。ギョーですから、私はいつか珍魚を釣り上げて、そうですね、お魚さんをいじめるのはあまり好きではありませんが、珍魚だけは別格ですね。珍魚をストリンガーというお魚さんを捕まえとく機会があるんでございますね。そのストリンガーにつないでブン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 振り回してやりたいんでございます。ギョギョー、これ好評であれば次回もやりますよ。次回のお魚ちゃんは牛久沼の豚魚というお魚さんをご紹介します。それではさようなら。